かにいるはずなんだよな。そいつさえ勝てば、いけ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 、こっから始まるよ皆さん、驚愕の真のサバイバルゲームが。はい、どうもです。皆さん、本当の殺し合いしたくないですか？本当のサバイバルしたくないですか？本当のバトルはしたくないですか？そんなあなたのために用意しました、今回こちら16年前に発売したシンプル2000シリーズザ・サバイバルゲームのお時間です。お願いします。メニュー画面からいいよね、やっぱこういうゲームって時代を感じる。じゃあ早速ちょっとサバイバルゲームモードにしようかな。生き残りかけてね、僕もやり合いたいんで、打ち合いたいんで、そういうやっぱ男心をくすぐるような作りであってほしい。チームスライム、これデフォルトでチームスライムなんですね。いいです、じゃあこれでいきましょう。全然いいわ。まあスライムのごとくね、本当にこう柔軟に軟体生物のように敵の首を刈りたいよな、そういう男の夢をこのゲーム叶えてくれます。一緒に戦うやつらを選ぶみたいな感じか。伊藤武、山田博、井上、なんだこれ、俊信、大木隆平、小林大輔、田中顔の違いがあんまり分かんないんだが、いい感じのキャラが多いね。じゃあちょっと、まあやっぱこの試合だから女性をね呼ぶわけにいかないんだよな。ただ性能があるから、大木隆平パワーないんだねこれね、ヤンキーっぽい顔して、小林一番パワー系の大輔にしようかな。じゃあ大輔一体、エントリーで、まだ選べるんだ、まさか全員大輔できんのこれ、大輔フルパーマジか、できちゃうな。ちょっとじゃあ俺、大輔フルパンの中に一人、なんか、どうしようかな、パワー一番ない佐藤きみ子を入れるみたいな、これであの、おたさの姫を演出しようかな。できちゃうのこれで。いけちゃったよ。やっぱいいね、昔のゲーム。ちょっと大輔4人、編成でいこうと思います。こっから始まるよ、皆さん、驚愕の真のサバイバルゲームが。始まった。ホップアップの調整してみようか。はい、ホップアップ。おーおー、なるほどね、全然見えねえけど、リアルでいいね。ちょっとヘルプ、オッケーオッケー。じゃあこうガン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 打ちながら、はいはいはい、ここでね、どうですか皆さん、これがやっぱリアルなやっぱサイバルゲームですよ。ホップアップっていうのはね、よくあの電動ガンのBB 弾飛ばすね、空気調節なんですけど、こういうとこまでちゃんと再現してるっていうのがやっぱいいですね。僕一回はあの実銃って言ってないんで、今回こういうゲームです。皆さん言わせました、あのサイバルゲームってやっていきましょう。さあバトル版、いいね、だいぶこれはもう戦場として申し分ないよね、この場所、この立地、このマップ、さあ行こうか。作戦開始。さあ敵味方は一旦、あ大輔いる、いいねいいね、これよこれで、一応 L1 で、あ、いや、できるね。射撃って感じか。いけ、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 よし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 。あと、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 いけ。勘のいい皆様、お分かりいただけたでしょうか。今回はこちらね、あの、サイバルゲームというのは、リアルに打ち合って、バトルはするわけではなく、サイバルゲームっていうね、あの、BB 弾、電動ガンを用いたサイバルゲームの、ゲームと、なっております。これがやっぱね、真のサバゲーよ。いけいけいけ、あー危ないが押せ、撃たれてから危ないはねえだろ。日本ってさ、実銃社会じゃないんですよ、銃社会じゃないんで、やっぱ実銃使えないわけじゃん、やっぱ犯罪なんで、実銃でね人撃つなんてもっともですよ。なのでちゃんとこういうサイバルゲームを用いて敵をね、あー当たんないか、射程距離がない、敵を倒すのが真のエンターテインメントスタイルゲームではないかと。やばいやばいやばい、いけいけ、危ない、危ないが遅すぎる、危ないが遅すぎるんだよなこのゲーム。しゃがむとか立つしゃがむってあるんで、結構やっぱリアリティあるんですよね。こういうとこ再現したのがやっぱこの16年前とはいえいいよな。お前何やってんの、敵いるやん、そこそこ敵、お前じゃない、なお前なんで敵の肉壁になってるんだお前が。そこうまくしゃがんでじわじわと、あれでしょ、あれこいつもやってけ、あ、やられてんだ、かわいい、うねうねすんの。しかもやられた敵のね、あの頭を打っていくと、これよし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 、どっかにいるはずなんだよな、そいつさえ勝てば、あ、そこか、そこか、いや、今勝ったら俺、どっち危ないが遅いんだよな。やっぱね、男は守るべき女がいてね、より強くなると思ってるんで、最後か、キミコ、いいねいいね、結構これはセクシーでしょう、これは世の男性諸君かなり今テンション上がってるんじゃないですか。しっかりじゃあこの守るべき、これさ味方、気をつけろ
でもね、やっぱこう味方の女の子をこう打っていじめる、やっぱこういう一種の何かね、あのプレイが楽しめるって考えたらどうですかこれ。この動き、これは一個今見つけましたね、このサイバルゲームの楽しみ方。こういうのもまたね、炎上の一個なんじゃないですか。しっかりこう痛めつけていくと。よしよしよし、まあ、やっぱ女なんかいらないんだよね、所詮やっぱ戦場はこの男一人で詰めると。最後か、撃たれてる、危ない、ちょちょ、あ、ダメだ、キミコの力が必要だ俺には。 あと1体は、あれか、あと1体、キミコ、キミコ、お前またやばい、やられたんか、これ罰よ罰、そういう動きには。そう、じゃあこういうゲームじゃないと当たってないこれ、だ、弾さ落ちてるとはいえ、当たってるだろこれ、当たってるってこれ絶対、あいつヒットって言ってねえじゃん、それマナー違反よそれは完全に。よっ、キミコも一体やったか、いいね。さあ次はフラッグ戦だね、夕方ステージでフラッグ戦ってことで、なんか旗を取れば勝ちみたいな感じなのかな、僕あんまりサバゲー詳しくないんですが。あで、こっちのチームが、小林、一応あの大輔3人編成でいってます今回は。しっかりこれ大事なんでね、ちゃんとこの動きでいこうかなと。よし、行こうか、大輔です、行こう。こいつには旗を守らせておいて、じゃあ俺はちょっと、俺はじゃあ切り込んでいこうかな、この爽快感。え、いた、なんでマップが、なんでマップがそこで開くの、あはし壊れてる、なんてこった、中古で買ったから壊れてる。さあもう打ちながら移動すると、これが真のさばけ、よしよしよし、さばけだと。一体早速もうさばいていって、もう全員ついてくるなよこいつら、意味ないじゃんチームの、打っちゃったよ、もう大、何してんの前の若タレが。もう真の大好きはね、このように3人もいらないと、この私の本物大好き、かっこ本物がちゃんと偽物大好きをしばきながら、スパイ候補を見つけながらしばいていくっていう、こういう意味でもやっぱねサバイバルしてますよ、大好きの生き残りを探すっていう、そういうゲームでもあるんで、慎重に近づいていって、じゃあもうもうなんでマップが勝手に、はあ、皆さん安心してください、これがサイバルゲーム1なんですが、こんなこともあろうかとね、次の続編、新作ザ・サイバルゲーム2も用意しております。よし、じゃあ行こうか、ザ・サイバルゲーム2、あのサイバルゲームがよりリアルにより激しくなって帰ってきたという売り文句のもとにね出てます、お願いします、2です。さあ結構変わった変わってる、これ本当に、これ本当にこれ2になってる、ここまで一緒なんですが、行こうか、ニューゲーム、あっすごい VC で入った、MC みたいな、ゴブリンじゃ変わってないじゃん、え、嘘でしょ、そんなことある、メンバーを選択してくれ、さあメンバーが小林、あーちょっとここリアルにしなくてもいいでしょう、ここリアルにすることある、そこまで変わってねえし、ただ俺の持ちキャラとさ、ね、小林慎介消えてるんだけど、小林聡太になってる、息子かなこれ、この小林一家のこれは相変わらず変わってないのね、なるほどなるほど。さあホップアップ調整変わったね、これ本当に変わったね、1と2相変わらず見えないんだけど、変わった、何かが、何が進歩したんだ、全くちょっと私の素人目には分かりませんが、まあ、このホップアップもね、何かが進歩したんでしょう、ステージさえ一緒やんこれ、ワンツー、じゃあ終了して、はい、まあ、実戦変わってればね、よしよしよし、これやだから本当に変わった、俺がなんか目がおかしいのかな。さあ小林は普段通り、ただスタンディングニーリングと伏せるみたいなのが入ってるね、ただちょっと伏せるできないんだけど大丈夫これ、謎の3つ目があるけど、ただまあこのセミの声がもしかしたらねリアルになったかもしれない、さっきより、ワンよりも、そう考えればまたいいのかも、いけ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 、ちょっと待って待って、まあ、この距離感っていうのは相変わらずね、あの危ないもう変わってないじゃん、危ないがめちゃくちゃ遅いのも、なんで撃たれてから危ないって言うわけ、
あ、もうダハハ。 BGM かなりかっこよくなったね。この辺りはかなり緊迫感増すっていうか、開発班もね頑張ったのかなって気がします。こっちできるぞ。この裏に敵いるんで、うまく射線を。だからだから、いた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 、よーし。もう何も変わってなくない？あ、ただジャッ、いや今気づいた、俺はこのゲームの大いなる進歩に気づいた。エロくなったね。あ、マジか。やっぱこう女性像がね、若干こう、まあなんていうかリアルになったね。この感じは本当に制作感頑張ったのかと思います。よしよしよし、まあこれは確かにすんな感じするわ。死んでるじゃん。以上、サバイバルゲームでした。ここに真の争いがある。